はい、こんにちは、こんばんは、白銀の畑です。今から F 字の動画撮っていきたいなと思います。今回はですね、すっごい何ヶ月前ぐらいかな、なんかジークフリートで火力チャレンジみたいな動画上げたと思うんですが、あれのリベンジみたいな撮りたいと思います。確かね、あれね、記憶上ね、俺ちゃんとできてないんだよね。うん、ちゃんとできてなくて、あれぐらいって、で、まあ、今回まあマーリンとかいろいろ変えてるんですが、ワンチャンこっちの編成で行く方が火力が出るんじゃないかとかいろいろ考えてみたんで、まあやりますっていう動画です。以上、本当はネタがなかったんです。はい、ごめんなさい。俺と戦っても面白くはないだろう。はい、ということでやっていきたいなと思います。まあ簡単ですね。普通にジークフリートさんにバフかけます。で、今回ドレイク選んでる理由なんですが、なんか普通になんか割とドレイクさんの方がやっぱ火力出しやすいんじゃないかなとかいろいろ思ったんで、というかなんか調べるとドレイクさんやっぱりなんか火力チャレンジするときに使うと便利だよっていうのを得たんで、情報をやっと得たんで、まあやっていきたいなと思います。以上、ここからカット、うん、早送りになります。むずい、あ、むずい。いやー、これちょっと待って、回復役がね、1人いないっていうだけでね、難易度めっちゃ上がってるんですけど、これやばいやばい。だけど割と頑張れる気がすると思うから頑張ります。まだということで、また早送りになります。
うわー、今の危なかった今の弁慶のところ危なかった。結構ビビった。危なかった。よかった。オッケーオッケー。あと一人だね。ってことは、このまま変えていいのか。あ、変えていいんだな。よし、変えよう。まあ、とりあえず、10ターンあと耐久すればいいだけね。よし、ではまた早送りいきましょう。あー、やっとできた。霊獣2角使ったけど、いや。でさ、俺バスターで普通に素殴りしたいなーと思ったんだけど、コマンドカードに嫌われるっていうね。うん、コマンドカードはさすがにもう予測することできないから、しゃあないね。ただ、これで、ジークフリートさんがどれぐらいかっていうと、こんな感じです。バスターアップが、元々のバスターアップのやつ、魔性菩薩で、マーリン 1,2,3,4 回分プラス、ドレイクさんの防御威力だ、防御威力と攻撃力アップか、それを含んでいます。なんでまあどれぐらいのダメージが与えれるかっていうのを見ていきましょう。多分ちょっと途中でカットされてると思うんですが、ピンポンが来たんでちょっとだけ切りました。でまあスキルも特になんか使うことないよね。まあ現実さっとくか。星の開拓者も関係ないしね。ということでまあどれぐらいの火力が出るか、まあ一応フォーグにはバスターチェインって関係ないんですが、一応バスターチェインしておきましょう。一応ね、どれぐらいの火力が出るか。ああ、邪悪なる竜は失墜し、世界は今楽園にいた。前回ってどれぐらい出たんだったっけ。打ち落とすバルムック。おー467万出たやったー。じゃあ次に行こう。いやー、てか前回、あ、フリクエがクリアできた、よかった。前回ってなんぼだったっけ。ちょっと戻りながら俺はデータを見よう。前回のなんか遊んでみた動画がなんか異常に再生されまくって、それがこれ100万ぐらいしか出てないのか。ってことは約160万ぐらい、150万ぐらいと90万だから約60万ぐらい上がってんのか。あー前回のやつは失敗してる例なのに、あそこまで再生回数伸びるのもおかしいけど、まあこれもなんか相当頑張ったわ。いやーけどね、やっぱね、火力チャレンジっていうのは楽しいんだけどね、ああいう感じでデイジュなんか使ったりとか、まあ本当はデイジュ使わないっていうのが火力チャレンジだと思うんだけど、まあね、自分が下手くそだったからっていうのがあって、まあちょっと今回デイジュ使ってしまいましたが、
いやー、回復役が一人になるだけでこんなに難しいとは思わなんだ。っていうか、普通にむずい。みんなどうやってやってんのかな？本当に。すごいと思うわ。ということで、今回ここで終わりにしたいと思います。リベンジ戦というより、また遊んでみたという動画でした。これ以降もなんか色々と火力チャレンジをやっていく可能性が、泣きにしもあらず、暇だったらやってると思います。ということで、今回ここで終わりにしたいと思います。最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。次回も FGO の動画を撮っていきたいなと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。それじゃあ、バイバイ。最後までご視聴していただき、ありがとうございます。チャンネル登録は、右上の登録画面か、下の赤いボタンをクリック。再生リストは、下の説明文から、おすすめの動画は、左の画面に表示されます。それでは、ここまで見てくれた皆さん、ありがとうございました。